こんにちは。はじめまして、のんと申します。吉川です。よろしくお願いします。あのセンター長から吉川夫妻をご紹介したいっていう風に言っていただいて、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、のんやろかチャンネル。どうして移住されたんですか？私がもともと南相馬市の隣町の浪江町が出身なんですけど、はいはい、福島県のおすすめするポイントとかってありますかね？すごい支援をかなり手厚くされてるので、私たちも移住支援金っていう移住してきてくれた方にこう支援しますよっていう制度も使ったので、うん、あそこに誰かいらっしゃいます。もしかして古谷さんでしょうか？会いに行ってきます。こんにちは。はじめまして。ありがとうございます。のんやろが。ようこそ楢葉町へ。古谷と申します。のんです。ありがとうございます。ありがとうございます。センター長が古谷さんに会ってほしいということで、はい、どんなきっかけで移住を決められたんですか？私自身は千葉から5年ほど前に移住してきたんですけど、はい、でなんか自分が助けるような軽い気持ちで行ったら、逆にそこにいる人たちの勢いに感化されちゃって、この人たちと一緒に何かしたいって思っちゃって、今は使われてないけど古くて歴史のあるお家とかを新たに外からやってきた人が用途を見つけて使うとか。素敵。古谷さんがかっこいいって思いました。ありがとうございます。